わっさっやってまるです。そしておっさぶでーす。よいしょー。はい、ということで今日はですね、サムさん、はい、この新キャラコーディレスっていうキャラクターが出てもう1日経ったんですけども、やっぱまだ分かんないことたくさんあるじゃないですか。マジで性能知らんもん俺も。何もね、サムに関しては本当に知らないということなので、今日はねちょっとコーディレス の、 あの検証をやっていこうかなと思います。はい、まあな、本当なんだろう、今までにないキャラクターなので、あのみんなも知らないことが多いと思うんでね、今日やっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで早速やっていきたいと思います。まずホットゾーンですね。サムさんのこれ問題なんです。問題というか疑問なんですけども、消えてる途中は踏んでることができるのかっていうことですね。そうですね。はい、じゃあそれをまず確かめていきたいと思います。はい、じゃあ、まず消えてる途中はホットゾーン踏めるのかやっていきましょう。じゃあまずね、ちょっと待って、ね、一旦踏まして、まあ、このようにホットゾーンはこんな感じなんですけども、いきますよ。じゃあ消えますよ。はい、あ、すげえやられた。あ、踏めないじゃん。踏めない？踏んでない？あ、俺も踏めてないこれ。え、てかそもそもない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 。なかった。なるほどね、そういうことか。はい、ということでまず一つ目の疑問。踏めたら最強だもんなこれ。確かにホットゾーンの円は踏めるか踏めないか踏めませんでした。はい、ということで次はですね、フランケンのノイズキャンセルとポコのガジェット、なんだっけ名前、わからん。はい、わかんないやつを、まあそれはなんかその状態異常回復とかの効果がある2つをね、ちょっと試しにやっていきたいと思います。じゃあまずフランケンのノイズキャンセル、状態異常防げるかいきますよ。3、2、1、ほい。はい、無理ですね。無理ですね。でも一応引き継いではいいのかなこれ。うん、なんでもない。なんでもない。終わった後にでもさすがにでしょ。はい、じゃあ次いくよ。ポコ、ポコいきますよ。せーの、はい。まあおそらく多分使ってると思う、これは。おそらく、あ、無理だね。はい、無理ですね。はい、ということでポコの状態異常回復と、このフランケの状態異常回復のガジェットはどちらも効かねかったっていうことですね。ああ、まあまあ、でも割と予想通りだけど、まあ聞いたら聞いたらおもろかったけどな。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ということで次の検証、ウルト中もしくはウルト打つ瞬間に、コーデレスのウルトを使ったらそのウルトは継続されるのかされないのかやっていきたいと思います。じゃあまずブルの、とつりから、これウルトスーパーチャージです。じゃあ俺にとつってきてください。3、はい、ノー、おー、はい、はい、予想通りです。タラのウルト待ちですね。はい、 OK です。いきますよ、せーの、はい、うで、うで、うで、ノー、はい、消える。え、あー、でも影武者はあるわ。現実世界は影出た。影出てる、影出てるし、ウルトも出てる。ああ、そうなんだ。そういう感じか。OK です。じゃあちょっと次のやつも行きましょう。はい、ということで次はナーニのウルト中と RT のウルト中に使ったらどうなるか、検証していきたいと思います。まあ、あの、全種類という、全キャラではないですね。なんか特徴的なキャラクターのみちょっとやらせていただきたいと思います。はい。お、え、え、ああ、消えたよね、さすがに。なくなってる。オッケー。じゃあそういうことで。はい、じゃあ次。はい、じゃあそういうことでは申し訳ないな。え、これ、ピープくんも消えたんかな、途中で。え、消えたんじゃない、ちょっと、リプレイ。じゃあ、ちょっと RT いきます、次。おー、当たろ、それは少ないんだ。じゃあ次、ちょっと頭に。あ、でも、もう、足は。これ、いるわ。足いる？足いる。あー、なるほどね。おもろ。確かにピープくんどうなってんだろう。あ、戻るウルトは使えないみたい。あー、まあウルト判定だからってこと。そうだね。まあ大前提としてこのコーデリアスのこのウルト中はウルトとガジェットが使えなくなります、相手は。てか、うん、あのコーデリアス自体もガジェット使えないですよ。コーデリアスだとウルトは使えるけど、だから、あの、継続はできるんですずっと。え、ウルト中にウルトやってたらプラス重なる10秒みたいな、なんか、そう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 、8秒、あれフィーバータイム入んだ。そう、マジそう。はい、ということで、ウルト系ラスト、レオンとバスターのウルト中に使ったらどうなるかやっていきたいと思います。まあ、あの、基本的に他のやつらは多分ほとんど同じ感じだと思います。ウルト中に使えばウルトキャンセルできるみたいなね。で、タラとかは、その、放った後のやつは現実世界だと、なんかあるよみたいな。じゃあいきます。あ、消えてる。あ、でも消えてるわ。継続してる。あ、でも確かに見えなかった今、一瞬。もう一回、もう一回やる？もう一回やろ、もう一回やろ、もう一回やろ、もう一回やろ。おすすめウルト使っていきます、せーの、はい。あ、見えない見えない、こっち見えない。あ、見えないんだ。うん、おもろおもろ、レオン強いじゃん。これやれば、結構強ない、レオン。まあ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 。あの、でもだいぶ限定的だけど。食らう瞬間にウルトを使えばいいんじゃない。じゃあちょっとバスター行こう、バスター次。で、サムちょっと、お亡くなりに。いきますよ。
バスター行きます、次。お、跳ね返った。あ、跳ね返んだ。うん。じゃあバスターとかは結構やっぱ普通に跳ね返すんだね。てか、おもろ、レオンが一番おもろいんだけど。レオンおもろいね。ちなみにティックの頭とかニタのウルトとかも、あの出したらその別の世界っていうかには行かないんだよ。やっぱその自分自身だから行くの、戻ってんでしょ。そうだ、タレットもそうだし、スプラットの、ウルトもそうみたいな感じですね、基本は。はい、ということで次はですね、ちょっとコメントであったんですけども、あのウィローの、あ、じゃあコーディレスのウルトを打った時にウィローのウルトを打ったらどうなるかっていう質問が来てるんですよ。でこれに関してはまずコーディレスのウルト中は、あの相手はウルトを使えないっていうのがまあ大前提なので、そもそもそれは無理なんですけど、打って当たる瞬間に俺にウルト打ったらどうなるかっていうのを検証していきたいと思います。じゃちょっと離れておくね。ほぼせーのって言ったよな。これ届く？届くよ。 OK、 いくよ。じゃあせーのでいくよ。はい、いきます。せーの。はい。あ、やられたわ。え、てか俺の方が当たるの早くなかった？そもそも。でもう一回やってみる。うん。で先打つわ。オッケー。いいよ。うん。せーの。はい。おおお。え、乗っ取られてるよ。お、すごい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 。これこれこれ。はい。いやー、ナイス。よかった、そこで終わらなくて俺。気づいてよかった、ね、俺当た、俺が先当てたって。はい、あ、じゃあ先当てが勝つってことか。そうだね、基本的には先当てで、なんつうんだろうな、異世界にも持ってくみたいな感じじゃないですか、やっぱイメージ的には。そうですね、うん、俺、コーディレスのウルトが当たる前に当てちゃえば一応持ってくことができるみたいなイメージだと思う。おもろい。まあでも限定的すぎるな。限定的ますね。はい、ということで、次はですね、ガジェットを引き継げるか剣士はですね、オムさんはですね、このガジェットを、まあ、天使の輪っか系ですね。で、小次郎、そう、小次郎は、まあ、ビビの回復を引き継げるか。じゃあいきます、せーの。はい、あるよ。あ、しびれた。はい、はい、っていう感じなんで、これは結構ね、対策にはなると思うんですよね。例えばダイナマイクこうやってやられた時にガジェットを当たる前に構えとけばちょっと有利になるみたいなね。まあでもそこに使うかって言われたらあれだけど。あ、回復は引き継いでないかもしんない。 HP 満タンだからじゃないのこれ。いや俺今ダメージ与えてた。もう一回、与えてた、うん、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。あ、いや引き継いでる、引き継いでる。あー、やっぱだいぶ回復早いってことは引き継いでるわ。だから結局あるよな、入る前に自分自身にかかってた効果は、うん、そのまま継がれるとき。そうですね。ただ瞬間的なやつ、さっきのポコとかね、あとノイズキャンセルとか、 あそこら辺は引き継がないという感じでいいですね。じゃないかな。ねえ、オッケーオッケーオッケー。おもろいおもろい。はい、ということで次ですね、またちょっといろいろごちゃごちゃになっちゃったんですけど、まずガスのゴーストは異次元に残るか。そしてさっきガジェット引き継ぐって話があったと思うんですけども、ペンギンのガジェットは引き継いだらその異次元でコペンギン出せるのかどうかですね。え、はい、あれは幽霊はどこ？まだ出てないよ。あ、もう出てない。オッケー、ちょっと待って回復するわ。はい、じゃあ試してみましょう。まずガスのゴーストですね。出ました。いきますよ、せーの。はい。おお、まあさすがに消えるね。まあさすがに消えるね。じゃあちょっと倒します。でもこれ2でしょ。あ、そうそうそう、あるある。はい、ということで次ですね、ちょっとさっき言ったんですけど、ペンギンのガジェットのやつやっていきます。ガジェットを構えて異次元に召喚できるか。さあ召喚できるか。お、出てきた。あ、出てくんの？いないわこっちで。あ、異次元出てる。え、異次元出てる。あ、いなくなった。え、いないの？消えた消えた、ここにいたわ今、ここに。消えるんだ。異次元に生まれるけど、異次元にも、異次元取り残される。かわいそう。かわいそすぎる。面白い。いや、やってよかった。じゃあいいですよ。じゃあ次エムズのウルトですね。あ、待って、この、こいつやばい。はい。あ、残る残る残る。あ、やっぱ残る系は残るんだ、やっぱ自分にかかってるやつはやっぱ残るんだね。うん、マックスのウルトもじゃあ残るんじゃない。多分残るでしょ、この原理で。おもろい。でレオンも残ってるしね。はい、ということで次、このね、コレットを試したいということを言われたので、コレット試します。あとスプラトの投げるやつ、はい、投げてる間につけられるって感じ。なるほどね。じゃあコレット、はい、ウルト注入使ったら止まるんですよ。これはね、もう全部一緒です。ブルー、コレット、ダリルとかバズ、全部これはこうなります。 OK ですか。ファングとかもね。ファングとかも全部こうなります。はい、じゃあ次、ウルトを投げた瞬間、どういうこと？いや、もう投げた瞬間って感じ。 OK、 投げた瞬間にどうなるか、いきます、せーの。はい、
消えました。あ、あるよ、あるある。え、どういうこと。え、これ、え、ある、あるよ、戻ってる。異次元にじゃない。え、なんかやりたいやついるんだけど。やりたいやつ、やりたがいる。え、スプラトおもろい。え、じゃあルーも残るんかな。そうなったら俺ルー残んなかったんだけどな。投げた時につけられたら残るんじゃない。あー、着地してなかったらってことか。じゃあ棒とかもそうなんじゃない。じゃあルーと棒も一応やっとく。で、その2つが正解だったらそういうことじゃん。そうだね。うん、オッケーオッケー、そういうことです。オッケー。さあ、ということで、もうなんかどんどん疑問が出てきて面白いんですけど、次棒のウルトとルーのウルトをやっ、あの投げた瞬間つくまでにね、ウルトをつけたらそれは異次元に行くのかっていうのをやっていくんですけども、これが成功したら他の投げる系のやつは全部成功します。で、あとルーのガジェットもちょっと一応やりますね。じゃあ行きますよ、サムさん。あ、なんかど、まあでも成功しそうだけどな。スプラウトが成功してるからね。そうだね。じゃあ行くよ、オムラチョ。せーの、行くよ。オッケー、せーの。あれ、あ、遅かった。遅かった。もう一回やるか、一応。うん、もう一回やろうじゃん。はい、いいよ、それ、いくよ。はい、いいよ。いくよ、せーの。はい。あ、消えた。あ、ないわ。わかんない、理論が。ちょっと。わぁ、むずいな、これ。棒は消えるんだ。ルーでやるか。うん、ルーいきましょう。あ、あ、そうそう、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。で、ルーのウルト。まず、ルーのウルトいきます。ガジェか、どっちだ。あ、ガジェも消える、ウルトも消えました。あ、もうウルトはこっちはあるわ。こっちはないわ。え、じゃあ、スプラウトだけじゃん。スプラウト特別。あ、ちらへ来た。むずっ。2タもやっとくじゃん。まあやるか。うん、はい、ということで次はですね、2タのウルトとティックのウルト、おお、スプラウトと同じ感じで、うん、はい、やっていきたいと思います。まあ俺の予想的にはさっきサムにも言ったんですけど、ティックの、なんだっけ、スプラウトのウルトは、地形に含まれるっていう感じになると思うんですよ。合体だ、合体しなかったら逆に残んないとか、そういうのはあるかもしれない。じゃあ次、いきます。じゃあティックから、いいよ、いきます。はい、3、2、1。はい、あ、いないわ。やっぱ頭ないね。頭はないね、君。頭ねえ、頭ねえわ。頭、え、これいる。おー、あー、なるほど。何、2体出すなよ。早い。でもこれ 2体もなんじゃない、きっと。今見た感じ2体も多分そう。だから本当地形だと思う。うん、地形に含まれるとかかもしんない。うん、あー、惜しい。今2体出てきそうだったけど、あ、もうこっちはいるわ。うん、影が消えた。じゃあ本当着地と同時とかだったらワンチャン出るのかな。どうなんだろうね。でもスプラウトはマジで、ね、スプ全然ね、時間に余裕あったもんね。うん、スプラウトはやっぱそういう地形とかそういうのに含まれるんじゃないか。あるな。はい、ということで次はですね、この、コーデレスのウルトが貫通、壁貫通するんですよ、そもそも性能的に。なんで、はい、置物系は壁判定になるのかどうかっていうのは、ちょっと何してんねんお前。おい、そっちかい。もう一回いきます。え、もうじゃあジェシーだけやっちゃえば。じゃあジェシーちょっと試します。目の前置いて。はい、あー、貫通します。やっぱね、壁貫通するっていう理論でいくと、やっぱ置物系は置物なんですよ、壁という認識ということで。はい、じゃあ次ですね、さっき言ったラフスの壁と、あとスクイクの、まあ、ガジェットのスローが、当たってる状態、発動してない状態に、一元来たらどうなるかを試していきたいと。じゃあラフスからいくか。はい、いきます。これも一緒やな。はい、これは壁として認識されます。はい、じゃあ次ガジカモン、いきます。はいはい、あ、スロー、あ、なってるね。なってるなってる。いやー、足速いんでしょ、これ。この状態。そう、この状態のこいつ足速いから、今ちょっとスローかかってないように見えたけど、かかってました、ちゃんと。なんか難しいね。うん、俺も頭の中ごちゃごちゃしてるもん今。いや、俺は分からん、マジでマジで分かんないこのキャラ。思ったんだけどさ、ボスファイト結構強そう。ロボットファイト逃げれるじゃんこいつ。だからずっと生き残るみたいな感じになるんじゃない、ワンちゃん。つけれたらってこと。そう、つけれたら。あ、つけれたらね。だ、こいつにつかなかったら、まあ、そもそも無理っていう話。ただその明治のガジェットがロボットに効かなかったんよ、あの一つ目のやつが。削れれば削るほどダメージでかくなるやつだから、そういう可能性も全然あるみたいな。なるほどね。うん、はい、ということで次はですね、ラスト、このテイクダウンのロボットにね、つけたら、つけたらっていうか、そもそもつくのかって話ですよね。壁を認定っていうか判定じゃないんで、さすがに無理だ。まあ俺もさすがに無理だと思います。
あ、貫通してボットに行ったはい、まあ、そりゃそうだよ。さすがに無理でしたね。はい、ということで、以上で、まあ検証終わりました。なんかまあ仮説も立てつつね、結構面白かったと思います。え、あれでしょ、チビロボットもう無理なんでしょ。うん、まあそもそもロボット無理なのかもしれない。ああ、って感じですね。はい、もしね、もっとなんか気になったことあったら一応コメントください。まあ、ショート動画で出すかもしれないし、追加で。はい、はい、ということで、じゃあ今日はサムさんこんな感じで終わりましょうか。はい、終わりましょう。チャンネル登録と、お、ガジェット聞いたロボットにガジェット聞いた。うん、 NG は聞いた。 NG は聞いた。はい、ということで、最後面白い検証も最後できたということで、じゃあ今日はこんな感じでましょう。チャンネル登録と高評価、そしてサムのなんかやりながらやってんのもろ、サムのチャンネルリンク下の概要欄に貼ったので、ぜひとも登録お願いします。長いんだもんね、ロボットこれ。長いな、終われないし。はい、じゃあ今日はこんな感じでましょう。皆さん、それでー、わだ、バイバイ。